アイストゥルフ、またはアストルフォは、フリューリコー、ランゴバルドー、スポレートコー。父は、フリューリコーペモである。744年に、兄のラトキスが、ランゴバルドーとなると、アイストゥルフは、フリューリコーを譲られ、749年にラトキスが、退位すると王位を継いだ。ランゴバルドとなったアイストルフは、年に、東ローマ帝国領のラベを征服して、 総督府を滅ぼし、同じく帝国領のイストリア半島を征服した。また教皇に対しても圧迫を強め、人頭税を要求して、ローマを脅かした。東ローマ帝国の支援を期待できなくなった、ローマ教皇は、北方のフランク王国で強大な権力を持つ、アウストラシア救済のカロリング家を頼ろうとした。739年、グレゴリウス3世は、 カール・マルテルにイタリアへの介入を要請したが、カール・マルテルはランボバルド王国との同盟を優先しこれを拒否した。753年、ステファノス2世はカール・マルテルの息子ピッピン3世の元を訪れた。ピッピン3世は先立つ751年にザカリアスの指示を受けてフランク王になっていた。その見返りとして、ピッピン3世はステファノス3世の要請に応じ、 アルプス山脈を越えてアイストゥルフを破った。ピッピン三世はアイストゥルフに征服されていた旧ラベンナ総督領やローマ公国領を強行に寄進した。756年、アイストゥルフは狩猟中の落馬事故で死去した。ランゴバルド王はデシデリウス、スポレート王はアルボインが継いだ。フリウーリ王はアイストゥルフが749年に王位に就いた時に、 妻ギスアルトルダの兄弟のアンセルムに譲っていたが、デシデリウスはアンセルムを追放し、ペトルスを公くらいにつけた。ありがとうございます。